酒を飲みに来ました。気になったら消毒だよ。医者はいつでも清潔でないといかんからな。本当に俺たち日系人にもコンテストに出られるのか。もちろん。ジャズだってもともとは黒人の音楽だった。でも今じゃ白人がまるで自分たちの音楽みたいにやってる。つまり音楽に国境はないってわけ。なるほど。いよいよこのカリフォルニアのレスター役が世に出る時がやってきたって感じだな。ビリー、またステージ貸して。お、来たな。カリフォルニアのベイン・ミラー。カリフォルニアのレスターヤングだよ。でもドクターが昼間から飲んだといいのかい。おい、酒は百薬の長だよ。小敵隊の諸君、少しはうまくなったのか。ジャズだよ、ジャズ。バッセ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 ッダンスだったね、キャッと。この人はそう。
ミリタリールックの変質者。変質者って言うなよお前。立派な変質者でしょ。変質者じゃない。私に突然キスしようとしたりして、それ私が美人すぎてムラっとくる気持ちは分かるわよ。でもね、あなた大丈夫？病院に行った方が。え、独り言にしては少し。独り言じゃないわよ、ここにいるでしょ変質者が。変質者じゃないって。分かったわ、お大事にね。そういうこと。で、どういうこと？なんでか先見えてるわけ？君はアメリカ人。なんでそうマイペースなのよ、あなたは。そうなんだ。おうおう、ちょっとだけ日本人たちが流れてるけど、おばあちゃんは日系人とのハーフだから、私は 1S、 8分の1日本人。8分の 1？あれ8分の 1？ あれ一体どうなってんだ。てっきりジョーとフラウが一緒になって幸せに暮らしてると思ってたの。待ってよ、じゃああいつはのジョーにそっくりな、あいつ。ショーン？ジョーのお姉さんの孫らしいわ。そんなに似てるの？無理二つだ。それに君もフラウによく似てる。ちょっと聞いてもいい？何？ジョーとフラウばあちゃんは知り合いなの？知り合いも何も。二人は恋人同士だった。ショーンの王子様が？フラウばあちゃんと？何やってんだあのバカ野郎が。バカ野郎、年上に向かって。あいつは俺の部下だ。俺は隊長としてジョーたちと442で一緒に戦った。 442？ 日系二世たちで構成された志願兵の部隊さ。日系二世の志願兵？そう、志願したんだ第二次世界大戦でね。自分たちに降りかかった理不尽な人種差別に対して、家族のため、自分たちの子孫の未来のために命を。兄貴が白人のやってる床屋に行ったら、犬とジャックはお断りって看板が貼ってあったって。
リカ人、そして日本人でもある。つまりこうよ、隠すより日本民族のいいところを持ったアメリカ市民なんだってことを認めてもらうことの方が大事ってことよ。その通り、ただの明るいだけの娘かと思ってたが。デディに向かって失礼ね。知性も持ち合わせててよ、私。こりゃ失敬。そこのデディの言う通りさ、メキシコ系アメリカ人私だってこうやって堂々と生きてる。あんたたちの目も心から感動したよ。本当よ、私も一緒に歌いたい。やめときな。あんたすぐスイングしちゃうんだから。そうね、堂々と行きましょう。そうよ、ハッピーに行きましょう。もうの天気なんだから、すぐ誰に向かうかしら。あんたの好きなうちの兄貴よ。安心したらお腹すいてきたわ。